はい、というわけで今日はね、倉敷駅前に来ました。だいぶね、雰囲気も昔と変わって一番街っていう通りに来てるんですけども、若者向けの感じに週刊文春の時になりつつあります。で、以前もね、何度か夜の街歩いたんですけども、今日はちょっと変わった感じでね、お届けできたらなと思います。本当ね、この前、昔はね、この半分ぐらいの道だったんですけども、拡張工事でだいぶ広くなって、若者向けのね、お店が増えました。韓国系のとことかラーメン、お肉屋さん、で、まあ、この道がだいたい美観地区、倉敷美観地区に向けて行くような感じの道になってます。なんかはしご酒にはね、すごい良さそうなお店がいっぱいありますね。おー、なんか焼き鳥のなんか焼く匂いがします。で、ここに入るとスナック街的なエリアに入ります。この通りもね、だいぶ広くなりました。昔はもっと細かったんですけど、入りやすいね、感じになりつつあります。ここからちょっとね、落ち着いた雰囲気になります。腰津居酒屋、酒どころ、タクシー取るのか、川西っていうね、エリアにやってきました。結構ね、昔はなんか栄えていて、遊郭がね、あった場所とされてます。まあ、それだけ、ね、盛り上がってたということでしょう。
ショップがちょっと面白い感じのお店です。立ち飲み的な感じですよね。天然温泉アチの湯、よし。で、もうこのね、あの目の前の信号を左に入れば倉敷美観地区っていう、まあ、岡山ではかなり有名な歴史的スポットに入ります。で今日はですね、やってるかな、あ、やってますね。こんな感じで光の祭典を今日やってるということで、期間限定なんですけども、こちらが大原美術館でございます。立派なね、絵画がこの中に置いてあるということで、今はね、多分今の時間帯は閉まってるんですけども、すごい立派な美術館です。いいですね、この近代建築。今はね、その観光関係の案内所みたいになってるみたいです。
まあね、本当に昔はここまでね、海があってね、ここが貿易のね、あの港みたいなね感じになってて、で大関所もねあったので、こんだけね、昔から栄えていたと言われるこの倉敷美観地区なんですけども、ちょっと向こう側行ってみましょう。ブスにもほどあるなんかあんまりやろ、じゃあちょっと歩きましょうか。ちょっと言いそびれたかもしれないですけど、いつまでやってんのかというか、3月28日だったかな、詳しくはね、あの概要欄載せるんですけど、載せてますけど、毎年ねやってるイベントです。じゃあちょっとね、アイビースクエアっていうところ入っていきましょう。以前はね、向こうの辺とか、アジ神社とか行ったんですけど、ここはなかなか撮影してなかったかな。ね、これ、近代建築の立派な建物です。眩しいですけど、中庭に行きましょう。で、このアイビースクエアは一体何なんだというと、宝石工場だったということです。
綺麗ですね、すごい。美観地区までね歩いてきたわけですけども、倉敷駅からねだいたい10分ぐらいで、まあ普通に歩いたら15分ぐらいかなの場所に、ま、場所までね、来ましたけども、どうでしょうかね。まあ期間限定のねこの晴れ宵あかりというねイベントなんですけども、そうじゃない日もそれなりにね明かりが灯されていて、かなりねいい雰囲気でございます。で、まあ、毎年ね、その桜のねイベントとか、いろんなね花火大会とかね中止になってるんですけども、やはりね今年は、普通にねできる日が来たらいいかなと思います。ありがとうございました。チャンネルがいいと思ってます。悪いと思ってます。